ホーシュット。ホーシュット、おかえり。お土産、お土産。ちゃんと用意してあるよ。外の世界の星肉、いっぱい作ってきた。星肉、星肉。星肉、星肉。変わんないな、みんな。オーシュット、再会を喜ぶのもいいが、悲劇の夜は待ってはくれんぞ。もう、アカラはせっかちだな。ねえみんな、師匠生きてる？主様、元気元気。オーシュットの帰り、ずっと待ってた。よかった。じゃあ会いに行くか。行くよ、アカラ。元気そうだね。よかった。まだ死ねん。戦いはこれからだ。険しい旅だった。よく無事に帰った。それこの子たちにも言ってあげてよ。テラ、連なる大地のごとき、その惜しい姿。グラチェス、大陸をも覆わんとするその美しい翼。トトハーの伝説よ、よくぞお帰りに。島を守っていたものか、レオリ。私は怒りに我を忘れ、この地へ帰れずにいた。だが、オーシュットが目覚めさせてくれたのだ。ま、固いことはいい。せっかく揃ったんだし、気楽に行こう。オーシュット、なんという無礼を。島の伝説なのだぞ。よい、我はこの者に従うと決めた。オーシュットの心は清く温かい。我ら魔物にとってこの上ない主だ。主とは成長したようだな、弟子よ。時にオーシュット、
伝説の魔物は3体いたはずだ。カタルアクタはどこにおられるんだ？あ、それがね、なんとこのような小さなお姿と。違うよ、師匠。カタルアクタは死んでた。この子はね、その赤ちゃんだよ。そうか、帰ることは叶わなかったか。だが、それも定めだ。島の主よ、戦いに備えよう。夜は近づいている。準備はできております。オーシュット、ついてこい。おう、師匠。どうしようかしら。ごめんなさいね。さあ、できるだけの備えはした。ここは周囲を崖に囲まれ、逃げ場はない。敵を誘い込めれば地の利は我らにある。あとは待つのみだ。ねえ師匠、今さらなんだけど、飛月の夜って何なの？飛月の夜は400年に一度の夜、月と太陽が重なり、世と世の境が近づき、災いが来る。そう伝えられている。なんのこっちゃ。なんせ大昔のことだ。誰も見たことがない。ただそれを知る先祖たちが我らに警告を残し、島の主たちは代々それを信じて、我らは島を守らねばならん。災いって？暗黒だ。暗黒？オーシット、お前にも隠していた。この世には我々の知らぬ世があるらしい。暗黒は全てを飲み込む。
世を形作る光のすべて、それとつながるもんがこの島のどこかにあるらしい。なんていうか、とりあえず相手に不足はなさそう。その息だ。オーシュット、誰か来るぞ。仕事に精が出るな、獣たちよ。何やら物騒だ。狩りでも始めるのか？うん、面倒いのが来た。小はず。領土の剣だ。忘れたとは言わせんぞ。子が生まれ、村人が増えた。食料も資源も不足している。お前たちの持つ土地を少しこちらへ分けてほしい。久しぶりに面を見せれば、川が熱いのは変わらんが、人間の頭が考えるのはいつも他から奪うことだけだ。他に何を考えろと？うまい肉のことか。いいね。小はずよ、今我らに争う暇はない。敵が迫っているの。強大な敵がな。何？どこにそんな敵がいる？獣も嘘を覚えたか。夜が来る。貴様らも備えることだ。され、忠告はした。また来るぞ。人間め。ねえ師匠、人間たちは大丈夫かな？さあな、我らはすべきことをするだけだ。違う。なんて言うかな、懐かしい匂い。うん、これは。空が赤く。覚悟はいいか、オーシュットよ。お、任せとけ師匠。
オーシットよ、お前は何のために戦う？え？オーシットよ、お前は本当に覚悟ができたか？覚悟？オーシット、うん、分かってる。来る。さあ、決戦の時だ。おや？いっといで。私の番ね。傷を癒したまつ。プランを考え。あ！少々付き合ってもらう。こちらの番だ。あ！違う。さあ、攻撃せ。いや。さあ、行こう。ガロロロロロロロ。思考開始、愛を求めよう。研究の粋を見せてやる。少々付き合ってもらうぞ。どうしようかしら。斧一閃。私の演奏カラペコだ。ガオなんだこいつら、こんなの初めて見る。初めて戦うよ。ビビっているのかな、オーシュト。なわけあるかい。久しぶりだな、こんなに手応えのある敵は。オーシット、次来るぞ。おう師匠。さあ来い、私が相手だ。してきた。プランを考えねば。うん、見せろ。ほよ。いっといで。しっかりします。傷を癒したまっしゃけ。いざ。ふっ、とどめだ。見せろ。はっ、私の獲物だ。ここからだ。さあ、行く。行っといで。あ、少々付き合ってもらうぞ。さて。聖火の光、輝きたまえ。オズバルド。ごめん。
間違いだ。どうしようかしら。えい！なんてこと。島を守るのだ。何としても。師匠、そこ。助かったぞ、弟子よ。助けてくれ。人間だ。人間の村も襲われたのか。ま、魔物が急に現れて何もできなかった。弱音を吐くな。しっかりせんか。獣ども、何か知っていたな。備えとはこのことだったか。答えろ、島に何が起きている。忠告しただろう、小ハゼよ。これしている。獣の助けなどいらん。貴様らと我らはこの地を奪い合う者同士だ。あの化け物どもを退けたら我らは貴様らを狙うぞ。まあ固いことは終わってから考えよう。今はとにかく戦わなきゃ。村長さん、どうした、どうした。
災いだと。想像よりずっと最悪だな。でもワクワクしてきた。どりゃ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 。大丈夫、私の後ろにいてね。すまねえ。私も戦おう。貴様ら獣に狩りなど作れんからな。いいね、村長さん。来るぞ、押した。よし、一丁やるか。やるしかないのね。私の獲物だ。行くわよ。聖火神の御業で救いたまえ。いざ。俺が相手だ。もう大丈夫。もう一度だ。こちらの番だな。やられた。そう、負けるわけにいかないの。よいしょ。まだだ、この力は。富国の誇りとともに。やれやれ、なんとかなるもんだな。はあ、一息ってとこかな。まだだ、向こうには魔物がうようよいるぞ。これ以上島を踏み荒らさせるものか。珍しく意見があったな。よそ者の隙にはさせておけん。今が好機だ、オシト、行くぞ。おう、師匠。村長さんたちは村を頼んだよ。考えがあるようだな。お前たちも怪我人に手を貸してやれ。我らの島を守らねば。
こんな魔物がいたのか。避けては通れまい。打ち倒すぞ、オシット。よし、こんな時こそ。してくれたな。受けてみよ、我が怒り。で我を忘れている。テラが一番芝を荒らしているぞ。でもおかげで道ができた。ありがとう、テラ君。礼には及ばん。私の番ね。聖火の光、輝きたまえ。私行っといで。さて、いざ。いや、そのためだ。しこ。傷を癒した町。ありがとう。さあ、行こう。ここからだ。はっ、私の獲物。行っといで。さて、受けてみろ。勝算はある。どうしようかしら。聖火の光、輝きたまえ。キャスティ、任せ。説明。プランを考えれば。さあ、行こう。さて、傷を癒したまえ。キャスティ、いざ。ここからだ。よっ。立派ね、光くん。傷を癒したまつ。状況は好転する。瞬間終了。勝算はある。不変性
一気に進むぞ。待て、オーシュット。クロチェス君、そなたこの島のため、私も力を貸そう。なんと強く美しいことか。伝説は健在だった。わっ、氷の道だ。こいつはスイスイ行ける。さすがクラチェス君、守護者としての務めを果たした。次の患者はこちらの番だな。とどめだ。おや、いっぱいで思考開始。私の番ね。聖火の光、輝きたまえ。さあ、行こう。行っといで。どうしようかしら。やあ。さて。いざ。行くわよ。いい薬があるわ。ここからだ。ふっ、ごめん。王さんはある。さすがオズバルト。天下長腹ペコだ。いっといで。深く騒ぐ。私の番ね。傷を癒したまつ。勉強不足ね。おや、ガルロロロロロロ、ガルガル。さて、キャスティング。はあ、腹減った。貫け。さあ、いっといで。行くわよ。聖火の光、輝きたまえ。いざ。この
私の番ね。聖火の光、輝きたまえ。行くぞ。いや、来た来た。急いで。さて。どこで間違えた。とどめだ。さあ、急いで。飯にしよう、飯。こちらの場所。おや。世辞はいい、剣が錆びる。プランを考えれば。足を狙う。行くぞ。私カラペコだ。ガルガル。私聖火の光、輝きたまえ。ほよ、急いで。さて、聖火の光、輝きたまえ。さて、こちらの番だな。いや、天下将。行くぞ。苦国の誇りとともに。
魔物がいない。まさかこれで全て。ううん、まだだよ師匠。来る、何かが。やっぱり懐かしい匂いだ。なんとまがまがしい姿よ。あの魔物は。あの魔物をどこかで。この匂い。オーシュット、我が弟子よ。お前はカリウドになるのだ。そして島の森人には相棒が必要だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。いい子いい子。どういうことだ、様子がおかしい。危険だ、下がっていろ、オシット。私はアカラを選んだ。そして君を選ばなかった。君はあの時の子だね。どうしてこんなにひどい目に。オスト、悲しいよ。その傷、何年もかけて誰かにつけられてる。悪意の匂いがこびりついてる。悲しいよ。叫んでいる。心の底から何かを。おやっとするな、オシット。来るぞ。まさか弾かれただと。我らの力が通じぬ。テラ君、グラチェス君。あの魔物は強すぎる。
どうすればあれほど強くなれる。飲まれたのだ、あの黒き何か。あれはこの世の力ではない。逃げろ、オシット。まだだよ、師匠。だって私まだ生きてる。まだ戦えるよ。何かが起こった。力がみなぎる。不思議なほどに温かい力だ。いいね。私もなんか。美しき炎は、我らも倒れてはおれぬな。島を守らなければ。分かったかな。
私は戦うみんなが好き。だから守りたい。ベシ、師匠、子と母を守るよ。そのために私は戦う。もう追いつくぞ、とこしえの暗黒で。ミュウ、ミュウ。アクタ、どうしたの？ミュウ。さあ、行こう。アクタ。いざ。これでどうだ。プランを考えれば。こちらの番だな。使わない。来た来た。ドレレレレレ、いただき。私の獲物だ。さて、研究の粋を見せて。炎よ、燃えろ。どうしようかしら。傷を癒したまつ。ありがとう。ここからだ。検証ブランドよ。ブランを考えねば。あっ、少々付き合ってもらうぞ。さあ、行こう。行っといで。行くわよ。この手で。受け加減なしよ。いや、この手で。大丈夫。すまない。こちらの番だな。いや。来た来た。よいしょ。これが勝負。
負けるわけにはいかないの。王さんはある。傷を癒したまっしゃみ。私の獲物だ。もう大丈夫。まだ死ねん。ほよ。傷を癒したまつ。早く見て。オズバルド。私の獲物だ。ほよ。いっといで。このままじゃ。もう大丈夫。俺はいざ。さあ礼を言う。さて。うん、ここからだ。いや。どうしようかしら。これで。私の獲物だ。よいしょー。ガロロロロロロロ。ガオー。
求めよう。炎は燃えろ。いざ。大検証ブランドよ。さっきっとこの手で傷を癒したまえ。キャスティ。ごめんね。これで終わらせよう。どうしようかしら。もう大丈夫。シャキーン。どれれ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 こちらの番だな。炎のために。大検証ブランドよ。プランを考えねば。受けてみろ。イカズチを貫け。さて、お役に立てて、私たちを助けよう。いっけー。飯にしよう。飯。どうした、オーシュット。なんか気が進まないな。お前らしくない。弱い奴の肉を食わんのか。この子が肉に見えない。ずいぶん優しいじゃないか。彼らは違うの。そいつの匂いが懐かしかったが、それだ。もし10年前オーシュットがそいつを選んでいたら、そこにいるのが俺だったか。ゾンとする。悪いやつじゃなかった。
どうする気だ、オーシュット。怖がらせるやつはもういないよ。よしよし、次に生まれてこれたら一緒にうまいもん食おうね。おやすみ。一日中戦ってたね。ああ、腹減った。小はず。我らは自らの益だけを考えていた。だが過ちだった。貴様らに教わったのだ。村長さん、限られた大地を分け合い共に育てよう。共に狩りをし田畑を耕そう。我らは一つだ、オーシュットよ。どうした、オーシュット。浮かん顔で朝飯食うのを初めて見るぞ。うん、私あの子にやられて死ぬとこだった。でもあの時私の胸に青い炎が灯ったんだ。あの炎、何だったのかなって。それはきっと原初の炎だ。原初の炎に認められたか。お前、全然わかんないけど。知らなくていい。いつか知る時が来る。そっか。トト母は美しい。お前が守ったのだ、弟子よ。みんなで守ったんだよ。
いつかお前は言ったな、島を背負うのは重いと。あれから気は変わったか。オーシュットよ、その体はお前が思うより大きなものを背負える。ごめんね師匠、もう重いなんて言わないよ。背負ってみたくなったから。私決めたよ、トト母を守るって。オーシュット、やはり私が聞いた心の声は正しかった。島を頼んだぞオーシュットよ。任せてよ師匠。ごちそうさん、行ってきます。さーて、新しい会の始まりだ。まだ食うな、どうして。腹が減っては狩りはできんの。